前回作った弥勒院の東側、今回は葵の馬場とその周辺にあった建物を建てていきたいと思います。土台がある場所に馬屋を建てていきます。まずは骨組みからですね。骨組みから作っていきましょう。お馬さんのお家なので高さは3マス開けて作っていきたいと思います。ちなみにパート61で本丸に馬屋を作成した時と同じく、城郭内に現存する唯一の馬屋彦根城を参考に作っていきます。外側の骨組みができましたね。内側の骨組みも作っていきましょう。内側にも外側と同じ高さで骨組みを作っていきます。骨組みができました。ということで壁を作っていきましょう。壁は三の丸の他の建物と同じように黒かしと漆喰で作っていきます。内側の壁は陶器で作ります。馬房を区切る壁ですね。ここは通路になるので開けておきましょう。床を作ります。黒かしの階段を使って地面との間にある床を支える木も再現しながら床を作っていきます。置いてしまうと見えなくなるのですが、細かい部分もできるだけ作っていきたいと思います。床ができたので天井を作っていきましょう。馬房の天井は陶器のハーフブロックで傾斜をつけて作っていきます。通路側の天井はハーフブロックと階段ブロックを使って凹凸のある天井にしていきます。馬房を作っていきましょう。馬房と馬房の間はゲートと柵で装飾していきます。馬房の正面にもゲートを置いておきたいと思います。馬名を刻む釣り看板を置いて馬房の完成です。同じように全ての馬房を装飾していきましょう。馬房が出来上がりましたね。ということで扉をつけていきたいと思います。高さが3マスあるのでトラップドアで軌道を再現していきます。これで開いている扉が再現できましたね。こちらにも扉を作っていきます。ここは半分だけ開いている形にしましょう。こんな感じで開いている扉や閉まっている扉を作っていきたいと思います。
屋根を作っていきましょう。と、その前に、たるきの位置を一段上げたいので、壁を追加していきます。この土手にかぶってしまうんですよね。一段高さを上げていきます。頭皮を使ってたるきを作ります。今回は奇数壁ですね。屋根は他の建物と同じ石レンガで作っていきましょう。厩舎ができましたね。管理棟を作っていきます。馬番が詰めていた建物ですね。早速骨組みから作っていきましょう。高さは厩舎に合わせて4段で作っていきます。幅は厩舎に比べて少しだけ小さい2間の幅で作っていきたいと思います。内側の骨組みを部屋割りを考えながら作っていきます。部屋と土間の部分を分けて作ります。今回は馬に蹄鉄をつける相鉄状土間に作りたいと思っています。壁を作っていきましょう。壁は厩舎と同じ黒かしと漆喰で作っていきます。この建物は3軒連続で扉を置きたいので開けておきましょう。内壁を作っていきます。内壁も基本的には黒かしと漆喰で作ります。ここは接地なので黒かしだけで壁を埋めてしまいましょう。天井も一緒に作っていってしまいましょう。ここは厩舎に合わせて傾斜のある天井にします。接地の前の通路は厩舎よりも一段高い場所に天井を作りましょう。凹凸のある天井を柱に合わせて作っていきます。通路から管理棟へ入っていく部分も凹凸のある天井を作ります。ここは一段高いので床も合わせて作っていきたいと思います。通路の先には広間を作ります。門に面した部屋には入り口を監視するための部屋を作っておきましょう。入り口がある部屋の天井は一番高い場所に作っていきます。梁よりも高い場所の天井なので天井がある部分の上にもかぶせて作っていきます。天井が出来上がりました。
というわけで、たるきを作っていきましょう。頭皮を使ってたるきを作っていきます。この建物も奇数の壁ですね。屋根を作っていきましょう。石レンガで屋根を作ります。3段目にはハフを作っておきたいと思います。内装を作っていきましょう。お馬さんの足に蹄鉄をつける想定所に見えるように作っていきたいと思います。これでお馬さんを固定する場所ができましたね。柵と柵の間にお馬さんに入ってもらう形です。蹄鉄を微調整するための作業台と金床を置いておきましょう。反対側にも同じように置いておきたいと思います。想定所ができましたね。というわけで、他の部屋の内装も仕上げていきましょう。入り口に面した窓にはトラップドアで板戸を作ります。床はカーペットを使って畳を置いておきましょう。部屋の入り口は障子扉ですね。向きを整えて扉を置いていきます。建物の入り口には厩舎と同じように大きな板戸を置いていきましょう。厩舎の入り口には歌舞伎門を作っていきます。馬屋の西側、弥勒院との間には馬を調教するための順地をする場所を作ります。まずは馬を止めておく場所、馬止めを作っていきます。立派な木が生えているので、これは残したまま骨組みを作っていきます。馬が入る場所なので高さは4段で作ります。天井の一番高い場所には桁を作っていきます。内側の骨組みも作っていきましょう。外側の柱を間引きします。残した柱に梁をつなげていきたいと思います。壁を作っていきましょう。黒かしと漆喰の壁を作っていきます。内側の壁も作っていきましょう。黒かしのフルブロックとハーフブロックで馬房を区切っていきます。天井を作っていきましょう。ハーフブロックで傾斜のある天井を作っていきます。
春樹を作っていきましょう。石レンガで屋根を作っていきます。馬止めが完成しました。ということで、順地のための馬場を作ります。砂で作るのですが、その前に周りを苔ブロックに変えていきます。変えたくない場所に影響が出ないように、土塁や塀から3マス離れた場所に苔ブロックを置いていきます。苔ブロックを砂に変えていきましょう。草は後で使うかもしれないので回収しておきたいですね。8マスの広さまで砂を広げていきます。砂地ができましたね。柵で囲っていきましょう。馬房の中も砂地にしておきたいと思います。地面の土を舗装していきましょう。順地する場所ができましたね。少し空き地が広すぎたので、ここには小屋を作っておきたいと思います。絵図ではこの場所空き地だったようですね。今回は馬屋の裏手ということで、馬を順地する場所を作ってみました。小屋の屋根はシンプルに陶皮で作っていきます。小屋ができましたね。ここの小屋には藁を詰めておきましょう。排水路に沿って塀を作っていきます。屋根は瓦葺きですね。馬屋が完成しました。この馬屋の前の通りが葵の馬場です。名前の由来は堀沿いに葵が植えられていたこと。当時の葵は立ち葵だったそうなので、色味が似ているライラックを植えていきたいと思います。パート87、葵の馬場を作る、いかがだったでしょうか。当時はここの直線を利用して乗馬の練習をしていたそうです。今回は彦根城の馬屋と清水寺の馬止めを参考に馬屋を作ってみました。これで北側にあった建物はほぼ出来上がりですね。次回は東側に舞台を移して建築していきたいと思います。残すところあと3回。松本城にあった藩が管理していた建物、すべて完成することができるのか、そもそも年内に間に合うのか、かなり怪しいですが、
次回もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントいただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。